どうも皆さん、こんにちは、イアイオンでございます。ファイアイメルミスをやっていきましょう。15章ですね。世界樹の頂ということで、世界樹にたどり着いた一行だったが、そこはすでにグストン軍によって制圧されていた。立ち下がるグストン軍との異形の者たちを破り、敵より先に真珠の力を得なければ、奮い立つ彼らを怪しい影が待ち受けていたということで、やっていきましょう。今回からね、マールスたちがね、使えますんで、楽しみですね。15章、世界樹の頂。これが、世界樹。高いわね。伝説の木。母上の話、本当かもしれないんだな。だけど、先客がいるみたいだ。異形の者とグストンの混成軍か。綺麗な場所だけど、のんびり景色を眺めるわけにはいかないみたいですね。そう、異形だね。さっき異形って読んじゃったな。立ち塞がる奴は切る。それだけだ。父も神竜の力のところまで行くために頑張る。あ、みんなで力を合わせて世界樹の頂を目指そう。マルス様、敵は大軍です。気を引き締めて戦いましょう。そうだね。でも僕はやはり君が心配だよ。もうマルス様、元の世界に戻るため一緒に戦うって決めたじゃないですか。分かったよ、シーナ。くれぐれも無茶だけはしないでくれ。イチャイチャすんなよ。お、ガーネ来たか。命知らずな奴らよ。この世界中に眠る力、決して貴様らに渡しはせぬ。貴様らの希望に満ちた顔、我が魔法で絶望へと塗り替えてくれる。さあやっていこう。ガーネフの撃破。おお、シンプルだね。さあ、じゃあ今回も使うのは決まりでしょう。まずはマルス。よろしく頼むよ。はい。そしてよろしくね。チキ。私だね。そしてシーだね。はい。あ、シーだ、槍なんだ。剣じゃないんだね。よろしくお願いしますね。はい、ということで、何？匠とかも変えられるのかな、これ。何？変えられるんだ。待って、剣が2人に槍だから、マークスも剣だから、うん、そうだね。弓矢じゃいいか。匠はカミラもいいか。マークス変えるか。どうした？でもいいか、このままでもいいな。なんか、うん、このまま行くか。よし。で、自分は、まずはマルスを使っていこうかな。何でしょう。じゃあ、指令を。リアン、こっちの方行ってもらって。ルフレはここかな。了解。何かしら。カミラさんはこっち行ってもらおうかな。分かったわ。そして、タクミ。タクミはこっちの方かな。仕方ないね。どうした。マークスは、遠くの方。任せておけ。え、シーダはこの辺かな。はい、うん、チキー。うわ、チキー誰も有利なやつはいない。うーん、なるほど。じゃあどうすっから、マルスと組んでいこうかな。いや、それはいいか。まあじゃあこの辺いてくれ。でマルスから使っていきましょう。よし、行きましょう。アンナ情報は戦隊だね。よし、戦隊。じゃあ行きましょう。よろしいですよ。戦闘開始。さあ、マルスたちがついに使える時が来たぞ。使っていくぜ。マルスのファルシオン攻撃力80だからな。クロムとかのファルシオンより、クロムとか30だからね。50も高い。よく来たな。さあ、アリティアの王子もろとも貴様らを葬ってやる。さあ行くぜ。魔王ガーネ、まずはここを倒そう。この世界にいた敵だ。いつまでこの世界にいたんだ。ミッション開始です。うん、強いんじゃない。空を飛べないと向こうに渡れないみたいだよ。おお、橋のようなものをかけられる。なんかスマブラみたいでいいね。みんなが渡れるんだけど。はい、行きましょう。敵リムか、あっちの方。さあ、この辺も倒していこう。砦を制圧して
龍脈の力を解放してみましょう。お、今のはなんだ、あれか、なんて言ったあれも なんだ、スマブラの最後の切り札だったっけ、ね、賢者どこだ、あっちまでか、大変だな。ほら、おお、マルスええな。よし、うまくいきました。チキ使っていこうかな。じゃあ、またうまくいきました。チキちっちゃいね。うまくいきました。ちっちゃくてかわいいね。苦戦です、助けましょう。マークスどこ、マジか。でマルス、ちょっとマークスのとこ行ってくれね。わかった、こっちの方。しました、お、流石投げ回すからな。後ろを向けるこの余裕さ、あの守備がないからやっぱりちょっと食らったらね結構減っちゃう。うわうわやばいやばい。マークスどうしたの、ちょマークス、マークスやばい、ちょシーダもじゃあちょっとマークスのとこついてくれ。あ、ケンちゃんこんなとこ行った。やばいって。回復アイテム持ってない。待って、リア今近くにいたよね。チキもっと使いたいけど、ちょっと、一時。ちょっとリアンで行きましょう。あ、やべえやべえやべえ、ちょっとこの辺強いな。おっとっと、やめてくれ。ケンちゃんか。ほら、お、ルフレが来てる。マジか、無敵だよ。私たちは負けません。私たちの手でこの国に希望の火を。さあ、ケンジ直した、よし、オッケー。待って、マークス本当大丈夫？うわ、HP がもうほぼないじゃん。HP3 だってよ、ちょっとまずくね？回復できるやついないし。どうすればいいんだ、こういう時。マークス使えないしね。操れないからさ。回復のやつ連れてこないからね。回復やつやっぱ一体ちゃんと連れてこなきゃいけないんだね。うん、どこ、匠もか。僕はやっぱり兄さんや姉さんたちのようには。マークスちょっと知らないでね。あ、マークス、そうだ、あれだ、ダブル組めばいいんだ。コーラ、そうすればいいんだね。シーダ、マジ強いな、ちょっとやばいやばいやばい。マルスの SS、 おお、いいね。回復アイテム出ない、出てない。ガーネフを倒さないと追い詰められる一方だよ。ほら、急いでください。シーダ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 、匠もやばかったんだよね。助けましょう。僕にやられるわけにはいかないんだ。あれ、匠どこ行った、はい、匠大丈夫、何、匠シーダのとこ来てくれ、ね、ミッション成功です。よし、賢者倒した。遠距離攻撃がやみましたね。匠どこいた、匠も危ないからダブル組んどきましょう。あ、ここにあった回復が。い
やりましたね。よし、よし行きましょう。シーだ。オーケー、あ、マブクート、マブクート、あれかマルスがいいんじゃない。あ、龍脈、よし、よし、オッケー。そしたらマルスで、ちょっとやめてくれ。おいおい、強いな、さすがファルシオン。回復アイテム出してくんない？出してくんないか。門番がいるね。あー、ここもそっか、シーダーだ。シーダー、こっち来てくれ。あー、弓がいるんかい。それはよくねえな。やめとこう、やめとこう。あ、あっち、あっちに龍脈あんじゃん。あっち行くぞー。お、ドラゴンいるね。マムクードいるぞ。ハルシオンで一撃。おお、ハルシオン強いな、マジ。これでオッケー。回復アイテムない？あった。うん、回復できた。お、マムクードいるよ、ここにも。ほっほっ、やべ、マムクード強い。あ、マムクードじゃない、ハルシオン強い。リアン、マジでリアン、リアンが苦戦とはなかなか珍しい。ここは槍か、きついな。お、マークスも、そっか、マークスダブルになったか。マークスとマルス同じマーコンビです。倒した？お、素晴らしい。オッケー、そしたら拠点兵を倒しちゃったわけです。オッケー、リアン、リアン大丈夫？どうしよう。あー、ガードされちゃうな。ほら、オッケー。そしたら、急いであいつのとこ行くか。こいつ倒したら終わっちゃうんかな。そうするとまずいんだけど、終わりにはしたくないんだけどさ。ガーネク倒すと終わっちゃう可能性もあるな。映像になっちゃったしな。このわしに戦いを挑むとは命知らずなやつじゃ。魔王ガーネフの恐ろしさ思い知らせてくれよ。そうさら、やべえやつだね、結構。うっと、魔王ガーネフ、この世界でお前と戦うことになるなんて。とどめろ。取り出から追い出してやる、この野郎。あ、マルス強いな、どんどん削ってくれる。お、ガードし始めた。さあ、帰りてえだろう。あ、やべ、帰るのか。食られる、そんなトロンなんてよ。おお、強い強い強い。なんか黄色いのが溜まったね。あれ何なんだろう。こいつだけにやるとか、なんとも贅沢だ。おお、マルス強いな。あ、終わんないんだね、よかったよかった。倒したと思ったか。それはわしの分身よ。そういうことですか。これでここ取れちゃったか。やりましたね。砦を全部制圧できたわね。この勢いで戦いを終わらせましょう。うん、
お、出てきた。通れるようになりましたね。次何すればいい？ガーネフどこいんだ？敵の増援です。あ、来るんか、いろいろ。この辺いる？ガーネフは何人も。お、ガーネフいた。きっと本物が混じっているはず。でもどうやって見分ければいいのかしら。探し出せるものなら探してみよう。私はここにいるぞ。どうやって見極めればいいんですか。分身とはいえ強さは本物みたい。やばいね。ガーネフを早く倒さなければ危険だわ。制圧しました。ほら、うおごめん。おお、すげえな。やばいやばいやばい。ほら、行くぜ。どうした？買いに行きましょう。あ、アンナ来た。あ、近い近い近い。近い近い近い。よしよしよし。うい。よし、あとはクリアするだけだ。やりか、ここ。またのご来店を。そんな復活？マジ？どうすればいいんだ？いくらでも復活。倒した。無駄だ。嘘。また分身が。なんて術なの？どうすか。他に力を貸す魔導士がいる。魔導士か。探そう。ミッション開始です。なるほどね。やりましたね。なんという気迫。お前の勇猛さ、しかと胸に刻んでおく。おお、パルシアン強い。いるだろ、この辺。こいつか、この魔導士倒せばいいんだな。危機です。守りましょう。ほら。危機です。オッケー、倒した。そしたら、あっちが危ないって。ここは危ないんだって。あれ、おっと、思ったのに分身が消えないぞ。他にも強い力を感じる魔導士がいるわ。ほら、全部倒した方が良さそうね。よし、ラーネスはじゃあ無視でいいんかな。もう一人こいつだけ倒してもらう。ほら、オッケー。ラーネス様のため邪魔な奴らを葬り去ってくれる。そしたら、上の方。敵が現れたよ。みんな、気をつけるんだ。ミッション開始です。パブにいる？やりましたね。この辺にいるだろう。おめえだ。おめえを倒せばいいんだ。危機です。守りましょう。よし、オッケー。ミッション成功です。そしたら、ここは危機だって。よし、オッケー。わし自ら相手をしてやるわ。そうはいかない。ガーネフ、今度こそお前を倒す。ちょっとチキとか使いたいんだけどな。あなたを HP がね、今ないから。ちょっとマルスでいく。マルスは強いからさ。やりましたね。パブリーこいつか。アルシティオンで特攻、超強い。よし、そしたら、こっちの方か。お、回復いっぱいある。この辺にいるんだろう。いたかあるんですよ、こいつが本物か。よし、ほら、覚醒した、久しぶりに。ほらほらほら、あったな。おーし、やったぜ。やっぱ覚醒すると強いね。よかったわ。まあ良い。よ、ルグレ。こたびはここまでにしておいてやろう。いいね、ルグレとマーク。マークじゃん、ルグレとワルスもいいね。このコンビ。ガーネフは逃げたか。奴がこの世界にいる限り、
この先も油断できないな。お？道を塞いでいたツタが、これでいただきに行けるわね。でこれ次回のショーってことか。ああ、新たな力を手にできるんだ。みんな行くぞ。めっちゃ最終章っぽいじゃない。やべえ、すげえな。新しい武器ゲットか。マスターソード抜くみてえだよな。オッケークリア。まあマルスが MVP でしょう。うん、みんなありがとう。いやマルス強かった本当に。この戦果はみんなで積み上げたものだよ。さすが英雄王だね。本当に強かった。ハルシオンもすごいしね。竜特攻がマムクーとほぼワンパンできるからね。強かったわ。お、これか新しい武器。シルベリオン。シオン、リアン、専用。ほう。エリクシアン。うん。こっちがリアンっぽいよね、なんか。80だ。あ、強いね。お、マスタープルポケット。やったぜ。え、そろそろもう、もしかしてゲームクリア？なんかもう、後半になってるよね。あれもまだ全然、ストーリーっていうか、ストーリーのなんだ。よろしくお願いします。ストーリーの、ものがよくわかってないから。君のことまだか。さすがに早いな。理解できるようになったみたいだ。新しく追加されました。二人三脚、ダブル状態20キロ以上ダッシュした。マジ？新しく追加されました。お。あ、もうこれで何？暗黒竜終わり？囚われの王子。あ、これダリオスやのか。え、じゃあもうそろそろ、もう終わっちゃうんかな。あとどれぐらいあるんだろう。今こっちの方から最初来て、もうこっちの方だからね。もしかしたらもう終盤になるかもしれませんね。まだもう、まだ自分としては始まったばっかな気がするんですけど、もしかしたらもう終盤で終わっちゃうかもしれません。はい、ということでね、今回はマルスをとかね、暗黒竜のキャラたちを使ってみました。マルスが非常に強かったです。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。